たけんなこれじゃあちょっと待ってスナップスナップじゃん。ああよかったねまたいでね。あゆうちゃんあのところに顔はめパネルがあるからちょっとはめとかでいい。好きだもんね、うんママ、うん？これ焼けた？焼けて焼けた。焼けてる。ちょっと熱いからさ、ちょっと冷ますね。あ、本当だ。今食べる。うん、冷凍。これってスライスとかしてもらえるんですか？お肉。スモータルになるんですから、お切りします。めっちゃ美味しそうな馬刺し買えてよかったね。めっちゃうまそうだね。めっちゃ美味しそうだった。ブロックで見るよりもさ、なんかスライスされた馬見た、馬スライスされた。お肉見たらめっちゃ美味しそうだったね。ママ。とりあえず今からご飯お昼食べて、うん、ちょっと滝見るんだっけ？そう、大分にある原尻の滝っていうか、うんうん。道の駅でもあるところ。焼き野菜になるよね、野菜。うん。ちょっと買って、ソフトクリーム食べて、でも、アルビーパーク行きたいね。暑くなるとさ、そばって食べたくなるな、うん、うんうんうん。夏はさ、そうめんよりそば派だもん。わぁ、なんか滝の音するね、ね、ちょっと滝の音がするね。橋高いね。高い。うん。道の駅阿蘇にさ、なんか2大有名ソフトクリームがなんか置いてあるらしくって、なんか食べ比べできますみたいな。どっちも買う。どっちも買う。え、3人いるんだから、そりゃソフトクリーム2つは食べるでしょ。ね。安倍牧場か、竹原牧場か。うん。ミルク。ミルク。ミルク。ゆーちゃんもミルク。うん。あ、違う。全然違う。どう違うかうまく表せない。うーん。面白い。これは食べ比べしたら面白いかも。
美味しいね。ずっとねえ、ずっと食べたいの我慢してたから。あそこっぽいね、あそこ。なんか RV パークの看板見える。うん。あ、パティオ。あ、本当だ。なんか綺麗なとこ。ねえ。うん。到着。到着だね。テントは使わないよ。受付してもいいですか？こんにちは。はい、じゃあ、こんにちは。こんにちは。ここは全部は手作りですけど。ねえ、すごい。もう 100% 手作りで一人一人で作った。部屋から行きましょうか、部屋から。部屋？部屋？部屋があるんです。あ、山小屋？山小屋。ハンドメイドって書いてます。ハンドメイドの山小屋。楽しい。入っていいですか？どうぞどうぞ。お邪魔します。じゃあ、靴脱いで入ってごらん。はい。で、あら、ここもなんか宿泊施設ですか？いや、宿泊できるように今しようです。泊まれ、昨日も友達が泊まったけど。あら、こっちも広い。こっちが、こっち側は3人、泊まるとしたら3人ぐらい。こっちは4人ぐらい泊まれるかもしれないですね。お、広い。こんにちは。猫ちゃんがいるよ。ね、家具とかあるけど。あら、これは猫、黒。猫もいた。クロちゃん？クロちゃん。そして、これもピザ窯で。手作りで 100% 手作りです。窯だけ借りるんですか？そうでもできるけど、もう前はね、私が生地から全部作りよったんやけど、もうめんどくさかった。あ、大変ですよね。持ってきてもらって、うん、ね、温度だけ上げてね、はい、そんな感じです。おぉ、わぁ、こんな感じです、ね。へぇー。もうなかなか立派、人気があるんです、これ。へぇー。これ、巻き小屋ですね。これも販売されてるんですか、巻き小屋。一応、500円で。おぉ、安い、はいはい。仕入れてきてます。へぇー、もう。また上がるかもしれない。今度仕入れに行ったら多分上がっとると思う。じじいの隠れ家。私の隠れ家ですよ、ここは。隠れ家。かわいい。かわいい。こういうの好き。で、ここが私の遊び場です。いろいろありますね。これはテンションめちゃくちゃしておりますけ。こういうの好きやな、男の人ね。うん、いや、めっちゃ憧れる。わぁ、めっちゃ若くするじゃん、これ、お家。ここはもう私は寝泊まりしようけど、ここはもう私の家です。もう本当にここで寝泊まりしてるんです。ここが、トイレになってますけどね、ちょっと。一応ここで靴脱いでもらってね。うん、お、広いトイレが。はい、広くて綺麗なトイレ。名水の湯。これ吉牟田高原ってそこに水源があるんですよ。はい。その水が水道で来とるけん、湧き水ですよ、これ。あ、お風呂がね、湯がまろやかです、ものすごく。うん。これが浜小屋がいいんです。うん。まあ、これも補修、私が、ね、色塗ったりして。ここにサウナ室を作ろうと思って。サウナで、ここで水風呂のつもりで、これ浴槽二つ作ったの。へぇー。だけど、もう今、意欲なくしたき、ちょっと蓋入れて、サウナはちょっとできないかもしれない。かもしれん。今、早いよのね。うん。熊本のじいじすごいね。ねぇ。熊本のじいじすごい。すごい。全部一人で作るってすごいなぁ。いやー、なんか今、山小屋作るのいいなぁ。いや、大人はね、ちょっと厳しい。嘘でしょ？めっちゃこうなんだけど。これも湧き水が来とるけ飲めます。あ、ここ飲み水として。こっちの方が外やけ気持ちがいいけんですね。あ、そこほら、この前、子供たちが昨日か、掃除してくれたけ。せっかく並べとったやけど。わお、急にそんなの出してきて、大きなおもちゃが。大体そんな感じですかね。すごい素敵。ねえ、いやーすごいなー。ここは私の隠れ家の、隠れ家も隠れ家じゃないけど、みんなでお酒がいっぱいある。わあ、本当だ。あ、いいねー。もうスナックみたいなもん。みんな昭和レトロち。じいさんたちここで飲みたいち。電源なし。風呂。風呂入ります。風呂入る。ね、風呂今だいたい一家族500円で今までしてきたけど、ちょっと二人目から200円プラス
で、はい、でお二人さんにまあやけど700円になりますけど、はい、よろしいですか。はい、もちろんです。取ってください。値上げはしにくいけど、ね、いやもうしていかなきゃやっていけないですよ。続けていただきたい。700円ですね。はい、それだけですかね。薪とか。大丈夫です。あとゴミ捨てもお願いします。いやもうゴミは私無料でいいです。分別だけしていただければ私が後でまとめて持ってきますけ。まあこれだけですね。ありがとうございます。3200円ですかね。いや安いよ。これで歯ごたえがしっかり残るぐらいの方がいいよね。うん。だし、醤油。で、酒ちょっと入れちゃう、濁り入れちゃう、うん、料理酒で濁りってなかなか聞かないよね。少し濁りを入れてで、これに、いいか、いいか、うん、炊けるかな、これ。いや、これは全部は無理？無理でしょう。これ炊けんな、これじゃ。ちょっと待ってよ、うん、やってみるか、これで溢れるかな。お風呂入りに行こう。待ってよ、お風呂セットと、まだまだ。で、タオル。RV パークまだ2回目だけどさ、うん、めっちゃ好き。ここいいね。めっちゃ好き。だからもう、なんか無性にワクワクしない？ここ、うん、なんだろう、なんかね、ね、なんかこの秘密基地に来た感が。うん、他の人も今日いっぱいいるからね、さっさとお風呂入ろう。そうだね。お風呂、なんか RV パークでこんなにゆっくりお風呂入れると思わなかったな。ねえ、いいね、ゆりちゃん。あ、来てない。あ、来てない。めっちゃいいのしない。あ、出てる出てる、上から。やっぱり量が多かったんだ。一番散らかったね、ちょっと。まあ、長期の旅行って言ったらこうなるでしょ。こうなるよね、絶対。よいしょ。そうそう、そういうこと、そういうこと。そんな感じでやってって。それで今もうちょっとお片付けする。そしていつの間にか焼けてる、たけのこご飯。炊けてる？炊けてる、もう終わってる。うん、できてるかな。不安でしかない、ね。お、全然炊けてる炊けてる。うんうんうん。美味しそう。ちょっと混ざらんけど。ちょっと後で混ぜるね、じゃあ。うん、炊けてるから大丈夫。よかった。うん、ゆいちゃんもう食べてるの？あつみちゃんずっと待てなかったからすぐ食べたのよ。そうか。たけのこご飯がまず気になってる。うんうんうん。ゆうちゃんこんだけ気に入ってる。ゆうりはもうこんだけ食べてなさい、もう。いただきます。なんで完璧。おー、そう。あ、何かね、肉が一個も出てないじゃん。本当だ。ちょっと落ち着いてから馬刺し出す。うん、そうしよう。味が喧嘩しちゃうよね、お口の中で。うん、もったいない、もったいない。ゆりちゃん、ウインナー焼く？うん。ねえ。ずっとコーン食べてる。え？ちょっと待って。え？全部食べた。ねえねえ、ゆりちゃん、ママとパパ一個も食べてなかったんだけど、そんなに美味しかった？うん。いや。いやじゃないわよ、パパ。ママ、ごめんなさいね。いいわよ。ママ、いいと、お肉も食べる。お肉も食べる？うわぁ。おぉ、一応この、人数で。なんで？スナップエンドが爆発した。スナップって待って。スナップってやつ。赤牛と赤ワインは合う。うん、今日のご飯美味しいね。美味しい。美味しい。美味しい。いっぱい食べて、ゆうちゃん。美味しい。しーちゃん、洗い物係。おい、私中の準備係。おい、いいですか？オッケー。
番奥まで行って一番奥まで行ってよし、何やっけ。じゃあ今日も蓋しようかな。じいちゃんパパのおやすみして。おやすみ、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 パパおやすみ、おやすみ、パパおやすみって言って、おやすみ、おやすみ。はい、じゃあ蓋しますね。やっと目覚めた？いちごのヨーグルト。じゃあこれ食べてて、そしたらじゃあその間にチーズパン焼こうか。ちょっとそこ覗いて、あっちちにならない、気をつけてね、パン焼くから。よし、ゆりちゃんのチーズパンを焼きつつ、待てる？待てる、待てる、ちょっと待ってね。どうしようかな今日。山並ハイウェイ？うん。じゃあもう今日は山並ハイウェイにすぐ乗って、そのまま大分入りする？まあちょっと走りながら、お昼とかも途中で食べるだろうから、うんうん、それで考えようか。そうだね。どうやって外すんだろう。どうやって外すの？え？引っ張ればいいのかな？え？え？あ！ちょっとこうして。クリスマスじゃない？うん。お水ちゃん。うん？お水ちゃん。お水ちゃん。あ、足が動くよ。そしたら動くね。カチカチいってる。
あともう一品だけちょっとタケノコだけ調理したいから、それ終わったら出よっか。でもユーリずっと遊んでるね、あのうち。美味しそう。美味しそう。お上手上手。上手。また寄らせていただきます、はい、ありがとうございました。やだー。あー、よかったね、またおいでね。よいしょ。じゃあ、じいじバイバイして。バイバイ。よいしょ、ありがとうございました。はい、また、はい、さよなら。ありがとうございました。お世話になりました。また来ます。はい、ありがとうございます。ちょっと離れるの寂しい。おとなしい。ちょっと離れるの寂しいね。ねえ、すごい優しいジジだったね。まだジージーと遊びたかったけど。ジージー遊びたかった。まだ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 、絶対また来ようね、うん、ね。今度は、うん、違うジージーの時に行きたい。ここだよ。ジージーめぐりじゃないんだから。ジージーめぐり。いやー、最高だった。いいとこだったねー。